やっと兄さんに託された思いを果たせる。でも宇吉はあの竜と一緒にいるはず。これまでにない厳しい戦いになりそう。しっかり準備して。やここまで生き残るとは、お主には天運があるのやもな。どうだ、わしと共に真の丹薬を作り、神仙境を目指さぬか。あなたの好きにはさせない。交渉、手を貸すのじゃ。竜を抑え込むぞ。わしには従わぬというか、ならば神仙境の逃げとなれ。ここで蜘蛛となり果てるお主の真の手ぬぐい。追い詰めるとは。真の丹薬には未だ届かぬが、やむを得ぬ。いかん。かくなる上は天下の大乱より生ずし、この丹薬に命運をかけてくれようぞ。
我が丹田の糧となれ。煩わせましたな。終わったね。これで兄さんも
ようやく眠れる。さて、あとは任せてわしらは戻ろう。また様子見に来るね。弾薬によって蛇竜と合一し、決議の力によって人の身に戻った。それが思わぬ結果を生んだものよ。今や竜の丹田は我が身の内にある。お主には感謝しておる。褒美として。念入りに殺してくれようぞ。Yeah!
これぞ神前に至る力よ。Yeah!
る力よ。竜の丹田を持つ一族、その身の上を隠すため過ぎた力のあるこの目を自ら封じていました。浮津はこの身を利用し真の丹薬を作ろうとしましたが、浮津の闇に完全に支配されぬよう耐え続けました。あなたとの絆を支えに、絆を信じて戦い続けるあなたの勇姿を見て、私は心を決めました。この目は開くべきだと。喜ぶ顔が目に浮かぶわ。お前がいれば百人力だ、うん、共に兄者のために尽力しようぞ。なあ、ここに改めて誓おう。我ら心を同じくして助け合い、困窮する者を救わん。
方角来た。放て。鍛え上げたようだな、黄金。はっ。敵は皆川底に沈むでしょう。次の目標へ移動。父上、兄上、孫家の行く末、ご商覧あれ。次は南とか、また忙しくなるな。うん、新しく入った芝居というものの検索らしい。禁じられた力か。